では、次は、こっち。標本の平均の分散は、母集団の分散、割る、標本のデータの数 N、となることを誘導しましょう。前のページと同じように、この母集団から取ってきた標本がこれだとします。この標本の平均値は、こうなりますね。この値の分散を調べるために、括弧でくくって、V をつけます。この公式により、X の係数は、2乗して、V の前に出します。こうなりますね。次に、この公式により、V の関数を、このように分けます。ここに、独立なら、と、条件がありますが、母集団が極めて大きいとき、そこから取り出す各データは、ほぼ独立しているとみなせるので、この公式が使えるとしています。さて、この一つ一つの X は、母集団からのデータであるので、前のページで説明したように、それぞれの V の値は、母集団の分散の値になっていると言えます。つまり、シグマの2乗です。つまり、こうなりました。これが、N 個あるので、こうなります。N を約分すると、できました。この式になりましたね。終わり。